2日目の朝になりました。どこに何をしに行くんだっけ。トーマス見に行く。そうなんです、トーマスに見に行きます。富士山トラベルさんというね、まあ、こっちの、オプショナルツアー的なものに参加させていただいて、日本人の日本語が話せるガイドの方も一緒にですね、車を運転して行ってくださるということで、じゃあ行ってきます。レッツゴー、レッツゴー。次なんか見つけた、次がなんか見つけたかもよ。あー、どうした、来ましたよ。これがね、ロンドンから左下に進んだ、サウサンプトンよりちょっと手前にあります、ロープリー。ここが結構、このね、デイアウトトーマスの、ま、真ん中ら辺に今あって、でこの西に行くか東に行くかでいろいろね、ディーゼルがいたり、それから機関車に乗れたりで、ちょっとなかなかこう行動がしやすくて、で結構イベントもやってる場所ってことなので、で、まあ、大井川トーマスのね、千住駅的な感じですかね。今から行きまーす、行ってきまーす。チェック、初めて見た。わー、来た来た、見に行こう。ちょっとフラットにいる、写真撮れば、写真巻いて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 、トーキー普通にいるよ、トーマスが。ロープリー、トーマス、すごいね。もう自然なんだもんな、作り込んでないっていうのがいいよね。トーマス、トーキーすごいね、テクもすごいじゃん。トーマスだ、こんにちは。あ、出る、もしかしてもう出ちゃう。ですね、これですね、ロープリーデパーチャー、出発11時15分のに乗ってアルスフォードに11時23分に到着します。おー、わー、すごいね。あ、お顔がこっち、あー、誰誰謎の機関車ヌー。まずこの、よいしょ、おー、すごい、すごいよ、チェック、すごいじゃん。どこ座る、うん、こっち窓側行きな、窓側。トーマスはこの駅のところをね、ひたすら動いてるんだって、うん、で、こうやってどっかに行くやつは違う、この、でもなんかお顔ついてたじゃん、うん、謎の機関車じゃない、謎の機関車に乗ります。ロープリー、また後ですぐ戻ってくるけど、ありがとう。すごーい、すごいじゃん。もう駅名とかがもう、これは本物のリアルのやつですからね、リアル鉄道の。すごい、保存鉄道だって、保存鉄道。わー、綺麗、すごいね、広いね、土地が広大だわ。おお、もう着くよ。チコ、靴履いてる？ずっと履いて。おーおーおー、あ、こっちミッドシートなの？ミッドシートに来た。よいしょ、ミッドステッド、ミッドステッド到着。おブッキングオフィス、すごい。あ、駅舎の中いろいろショップになってるのかな。チェック、こっち向いて。
OK。 おー、やわやわ、なんて言うんだろうね、やわやわのこと、こっちが。おー、すごーい、ね、で旗持ってここで振ろう一回。あ、ハロー。わー、あ、旗があるじゃん、うん、旗買おっか、うん、あ、ここの鉄道グッズかな、わあ、いいな、いろいろ欲しくなっちゃう、あ、ここの駅のシールとかあるよ、いいね、うわー、こっちも行こう、あ、なんだ、トレーある、ほんとだね、なんかいろいろ書いてあるよ、トキちゃんどうした、乗りたい、早く、わー、わー、すごいね、腕利き式の信号機と、もともとこの機関車ブリティッシュレイルウェイズ走ってたんだって、すごいね、あっちの方も、あ、ちょっと旗振って、旗振って、あ、もうちょっと上じゃない、ここからじゃない、あー、パパー、パパー、おー、動いた動いた、レッドステッド、おー、レッドステッド、ありがとう、ありがとう、ちょっとね、今もうね、あの、私たち席取るのが遅くて席が空いてなかったので、こんなんかちょっと貨物スペースみたいな、でもここも OK でした、うん、すごいね、菜の花、菜の花、トーマス帰ってきたよ、あ、トーマス、トーマスだ、同じキャッチャーだ、リーゼンがもう一個リーゼン、アルトリーゼンこのここで2個いるぞ、ロープリー父ちゃん、 でもすぐ発車するよ、またここに戻ってくる、そう、また戻ってくるけど次があると、おー、もう出発だ、結構静かに、あちこちこ、ほら、おじさんが旗振ってるよ、バイバイ、行ってきます、旗じゃない、なんか持ってる紙を持ってたわ、次がアールスフォードだね、アールスフォードかな、アールスフォードかな、さっきのは、さっきのが、自由な感じがいいね、もう本当にあの好きな時に乗ってチケットね、あの入場の時に見せるだけで、あとはね、もう好きな時に好きなだけ乗れるっていうのがいいですね、わー、好きだよ、あ、本当だ、すごーい、わー、すごいじゃん、あ、アールスフォード、トードがいた、足元気をつけて、よいしょー、わー、アールスフォード到着、よし、ちょっとこっちに行きます、わー、わあ、すごいね。トレバーに会えました。動いてます。すごいね、暑い。ここでも暑いわ、もう。ちゃんと動いてるね。車輪が大きい、後ろ。後ろもうタイヤだね、ありゃ。ああなったら。見て、下、お水だ。あ、すごいね。これバルジ？旅具バルジパチャチャチャ。旅具旅具。わあ、大きい。チカンバルジでーバルジに会えました。すごい、ありがとう。かっこいいじゃない。赤が似合うよ。とてもいい感じでーす。おお、びっくりした。おお。おおおお、びっくりした。トーマス、わー、トーマス、わー、すごいお仕事してる、バイバーイ、トキもすごいしてる、ベイビーさん、お仕事頑張って、オープニング的なバーバイバーイ、おー、煙がすごい、バーイ、いってらっしゃい、ふー、いいですね、1時間に1本かな、こうやって行ってくれますね、すごい、この距離で、この距離で腕利き式の信号機すごいよ、真後ろから見ております、鉄泊でもなしに、すごいね、あー、ソリー、おー、トード初めてだね、トード、わー、近い、行ってきまーす、行ってきます、もう閉まった、まだ開いてる、バイバーイ、
構早い。結構早いね。バイバイステーション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 。楽しいですか？楽しいです。どうですか？いいです。反対に動きました。反対側に動き出しました。足だね。涼しい。気持ちいいね。はいはいはい、降ります。そうちゃん。サプサプ。はい、楽しかったでーす。ディーゼル動かせよ。これなんだろうね。ねえ、あれかな、油かな。おかえりディーゼル。ディーゼル。頑張ってるね。チク。ハルスフォー。ここら辺トーマスとか、ここの鉄道のグッズね、いっぱいあるよ。あ、本当ある。結構いいじゃん、それ。エンジンドライバーって書いてあるよ。なんか被ってる。帽子。いいな。カモも被っちゃう。あ、入る。見て。買いましょう、これ。ん？それが欲しいの？ハロルド？ハロルドでいいの？かわいいよ。ウィンストン。ドッグハムハット超土。バイバーイ。早く着くっていう、列車に乗れましたので、ディーゼルですね。うーうー、行ってきます。行ってきます。行ってきます。これは実はトーマスが引いてくれてるんです。あー、ママいた、ママいた。帰ってきました。帰ってきましたよ。我々はこれトーマスに引いてもらってます。痛い痛い痛い。英語と、そうです、英語トーマスです。トーマちゃん、パーシートーマス。どういうこと？さあ、お昼間ちょっとね、ピザがね、なんか今焼けませんってことで、これがポテトですね。ポテトにビーンズ、ケチャップ。チック1個食べとく。食べる。あー、どうした、どうだ、美味しいのか、クキちゃん。美味しいのかしら。ヘリコプター。ヘリコプターだ。ハロルドかな。ハロルドが見に来た？うん。バイバーイ。あ、なんか出向い出てたんだけど。おしまい、おしまいじゃない。さあ、ということで、本場ですね。イギリスの。こちらロープレイでやってる、デイアウトトーマス来てみました。すごい、本当にもう自由にひたすら乗れるのと、トーマスの世界観そのまんまでね、すごく楽しかったです。皆さんもね、もしよかったら毎年のようにこの季節ですね、イースターのあたりにやってるので乗ってみてはいかがでしょうか。ちょっと遠いですけどおすすめです。はい、ということで以上、本場のデイアウトトーマスに行ってみたでした。ありがとうございます。おー、トーマスありがとう、ありがとう。わーわーわー、すごい降ってくる、すごい降ってくるね。熱いものが、熱いものが、時が危ない、時が危ないわ。大丈夫。うー、かっこいい。新幹線だね。あそこの向こうと違う。あ、ほんとだね、形が違うね。こんな感じ。ちょっと浮いてんじゃない？